皆さんこんにちは。医療系学生の、現役生のですね、進級そして国家試験対策のマンツーマンスクール東京メディカルスクール代表の岡田です。本日は自閉スペクトラム、自閉症ですねについて、国家試験対策、講義していきます。基本事項をですねしっかり覚えて、対策いただければと思います。まずですねこちら自閉症ですね、こちら自閉スペクトラム症、こちらでですねまず最初に覚えておきたいのが、まずこの発達障害の、現れる時期ですね。こちらはですね基本的に3歳前に、現れると、言われてますよね。こちらはですね例えば、大人になってから現れるというのはですね×ということですね。小さいうちから、こちら症状は、現れてくるということですね。でこちら特徴の一つがこの男性に多いことですね。もちろん女性にも4対1と言われてますけども男性に多いっていうのがよく試験に、出ますよね。でこちら症状で覚えておきたいのは反復性の情動の運動ですね。そして感覚の、過敏、そしてですね自傷行為、変色とかですねこういったことを覚えておきたいですね。でオウム返し、同じようなですね、言葉で返してくるということですね。こちら対応はいくつかありましてですね、まあ、重要な、国家試験的なものとしてはこちら、PECS とか TEACH 法ですね。こちら治療順序の理解ですね。でこちらですね自傷行為、自分で傷つけたりするので例えば歯の外傷とかですね、そして異常周壁がありますので歯の肛門、こういったですね、まあ、歯科とも関わりが深いわけですよね。実際にですねいくつかの問題で、この基本のですね確認していきたいと思うんですけども、まず歯科医師国家試験、こちら TEACH 法が有効なのはと言われますよね。先ほど自閉症、自閉スペクトラムですね、こちら治療順序の理解の、助けるためにですねこの TEACH 法ありますよね。まずこういった基本ですねしっかり覚えておきたいところですね。で次の問題、8歳の、男の子で右翼の、虫歯の治療ですね。で自閉症の、このスペクトラム症と診断されているということで対応ですよね。こちら絵のカードを用いたり、治療順序ですね、こういったことをパターン化するのが、大切ですよね。次の問題、自閉スペクトラム症の症状、特徴で正しいものですね。でこちら例えば A とかですとこちら ADHD とかですね、衝動的な行動といったら ADHDB の染色体異常とか、こちら来たらですね、例えばダウン症候群とかそうですよね。で、こちら発症頻度に男女差がある。先ほどの通り男の子が多いということですね。男性が多いということでしっかり覚えておきたいですね。で、次ですね、こちらも、どのような症状かということですね。で、こちらオウム返しってありましたよね。そして儀式的な行動とかですね、こういう繰り返すということですね。こちら答えは、お名前はと聞くと、お名前はとつぶやいたということですね。まあ通常、まあ皆さん、お名前はと言ったら、まあ名前を答えるんですけども、その先方の相手と同じ言葉で返すということですね。こういったものが特徴ですよね。次、こちらはですね、対応で適切なものを4つ選んでくださいということですね。上から見ていきたいと思います。治療順序を理解させる。先ほどの通り A やですね、治療の順序を理解。こちら合ってますね。急な予定の変更を避ける。こちらも合ってますよね。まあこちら皆さん、通常の人も皆さん、もうそうかもしれないですね。まあいきなりこう予定変更すると通常の人でも、わかんなくなってしまいますよね。C、言葉での説明を対応する。こちら×ですね。こちら言葉じゃなくて、なるべくですね、絵とか。そういったものを使うんですよね。ですからこれが答えということですね。毎回同じスタッフにする。環境を同じにするということは大切ですよね。まあこちらは同じような状況にするということで丸ですね。苦手なものを視界から排除するっていうのも丸ですね。そして次の問題なんですけども、こちらは何をやってますかということですね。でこちらはですね、当時国家試験出た時はですね、一つ答えで出題されてるんですけども、二つの政党があるということですね。こちら見ていただくと、絵にコップとかですね、まあこのデンタルミラーとかありますよね。こちらはですね、まあ本来一つであれば、まあスケジュールの構造化、こういったものが答えになるかと思うんですね。ただまあ、系統的脱監査法、弱い刺激から徐々に強い刺激ということで、こういったものもですね、まあ否定できないということで、まあ二つ答えということになってますね。厚生労働省の正式なもので、A と E が答えということで、二つに変更になってます。次、医師国家試験から見ていきたいと思うんですけども、4歳の男の子ですね。
他の子に興味を示さないことを指摘されたということですね。現在も一人で遊ぶことが多くて発語が遅く、またですね、換気扇に異常な興味を持っているということですね。まあ、こちら言語が苦手というのは自閉症の、特徴ですよね。そして、まあ、この特定のものへの興味ですね、興味が強いということも、まあ、自閉症の、特徴でもあるわけですよね。この自閉スペクトラムの、疾患で見られることという問題なんで、こちらはですね、同じ動作を繰り返したり、オウム返し、先ほど同じことを言うということですね。こういったものがあるんですね。人見知りというのはですね、むしろしないことが多くて、それで疑われて、まあ、LINE されるということもあるそうですね。次、自閉症でこちらも医師国家試験、誤っているものはどれかということで、残り4つは合っているということですね。精神遅滞を伴う、先ほど通り言語的なものも含めて精神の遅滞ありますよね。正解、正解というのは問題の正解ではないですね。この文章が合っていると。感覚過敏がある、聴覚過敏とか感覚の過敏、こういったものがありますよね。これ丸。3歳までに症状が出揃う、合ってますよね、文章的に。で、ですね、言葉の出現ともに意思疎通の障害を改善する、これが×ですね、改善しないですよね。ですからこの問題の正答としては例ということですね。誤っているものを選んでほしいということで例ということですね。いい日常の習慣が変更されることに強い抵抗を示すというのは、これは文章自体が合ってますよね。これは同じ状況にですから、スタッフ含めてですね、環境を一緒にしていくということが一つ重要なんですよね。次、自閉スペクトラム症の特徴でないものを選ぶということは4つまた合っているということで、男の子に多い、先ほど何度も出てきますよね。こういったもの、男の子に多い、丸ですね。で、感覚過敏がある、これも何度か出てきてますね。正解ですよね、ありますよね。で、対人関係の苦手さがあるっていうのも合ってますよね。就学前に症状が見られる、これ3歳児ぐらいまでに見られることが多いので就学前に見られる、つまり ABC では文章が合ってるということになりますよね。で、 E がこれが誤りですので、この問題としての答えになるんですね。物事に対する、こだわりが弱い、これが間違いですよね。物事に対するこだわりは強いわけですよね。先ほど換気扇に、異常な、注目をしているとかありましたけども、特定のものに、この興味を持っていることが多いということですね。本日はですね、こちら、自閉スペクトラム症を、ご説明しました。このようにですね、まあ、基本的な国家試験としてはですね、まずはこの3歳以前とか就学前に見られる、そして男の子に多いということですね。そして感覚の過敏とか自傷行為、そしてさまざまなこういった特徴を理解した上でですね、安全に治療するために、この環境を同一にしたりですね、またはこの A を使って、言語ではなく絵を使ってですね、この治療順序の理解、こういったことが対策なんですね。このようなですね、さまざまな基本事項を覚えてですね、実際にはもっとですね、多く覚えて、まあ、臨床上対応するにはさまざまなことを知る必要があるわけですよね。皆さんしっかり勉強して頑張っていただければと思います。東京メディカルスクール代表の岡田でした。この後はスクールのご紹介をさせていただければと思うんですけども、当スクールはですね、現役生のうちから例えば定期試験やですね、進級卒業試験ですね、そして国家試験対策に向けてですね、マンツーマンで行っているスクールです。平日例えばですね、週1回2時間やですね、3時間で例えば定期試験に備えたり、まあ卒業試験ですね、そして国家試験浪人生であればですね、こちら苦手な対策の範囲をですね、しっかり見つけて、合格に向けてですね、一人に合わせたですね、カリキュラムで行っております。こちらはですね、例えば、授業形態はですね、オンラインのマンツーマンによる、個別指導ですね、こちらは講師の先生とマンツーマンで対策していきます。また教室での授業を、ご選択いただけます。東京メディカルスクールのホームページですね、ご検索いただき、またはですね、概要欄、ホームページご検索後、資料請求フォームより、お問い合わせいただければと思います。東京メディカルスクール岡田でした。